考えすぎて難しい、わからない、あーってなった時とかにもう目を閉じてこうクラブの中に自分が入ってる感じですね。でやっぱりもう全ゴルファー共通だと思うんですけど、はい、ずっとやっぱり調子が良かったりとか、うん、イメージ通りに触れるっていうわけでもないので、うんうん、絶対こうちょっとなんか感覚が合わないとか、はい、なんかこう気持ち悪いなっていう時は必ず皆さんあると思うんですよね、うん、目閉じるとプレイヤーの邪念だったりとか、うん、こう振りたいとかこういう見た目で下ろしたいとかっていうのが何もわからないので、うん、いわゆるゴルフクラブの受け身になれるんですよね、はあはい、もう完全にゴルフクラブの動きを感じてここで自分でこっちに下ろしていきたいとかもまあわからないので、うん、どんな感じでクラブが動いてるなっていうのが分かりやすくなる、はあ、ジーニーゴルフをご覧の皆様、こんにちは、こんにちは、短パンコーチの南雲です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんで目つぶってるんですか、はい、今日は。なんで目つぶってるんですか。これです、今日は。最近僕インスタのリール動画の方で、はいはい、おすすめドリルっていうのをたくさん載せ、はい、やってますね、ているんですけれども、これ僕ずっとちっちゃい頃から練習してきたドリルが一つありまして、ほう、それが先ほど僕がさせていただいてたクローズアイドリルです。クローズアイドリル、はい略して CE ドリル。 CE ドリル、 CE ドリル、うん、クローズアイ、なるほど、アイズかな、クローズアイズ、アイかアイズかどっちもいい、どっちでもいいです。目つぶって素振りする、うん、ボールを打つなんですけど、あ、ボールも打つと、ボールも打つんですよ。これがずっと元気とか小学生の頃からしてて、はい、調子が悪いとかなんかこう今日練習しててなんか感覚がおかしいなとか、うん、っていう時は僕必ず目閉じて素振りだったり打つっていうのを入れてたんですよ。なるほどね。もう10球だけでもとか、はい、もうドライバーでもアプローチでも、ほうほうほう、ですると何がいいかっていうと、いわゆるこう心の目が開かれるっていう。難しいな。あんまり良くないか。こんな難しいこと言って。目閉じるとプレイヤーの邪念だったりとか、うん、こう振りたいとかこういう見た目で下ろしたいとかっていうのが何もわからないので、うん、いわゆるゴルフクラブの受け身になれるんですよね、はあはい、もう完全にゴルフクラブの動きを感じてここで自分でこっちに下ろしていきたいとかもまあわからないので、うん、どんな感じでクラブが動いてるなっていうのがわかりやすくなる、はあ、なるほど、っていう目閉じドリルです。え、目閉じドリル、あ、クローズアイドリル。そうだね、はい、どっちからいこう。せめて目閉じドリルで。目閉じドリル言ったことないです、クローズアイドリルは。例えばじゃあトップここに上げたいとかいうのも、はいはい、もう何も気にせずに、気にせずにクラブの重力だけ感じる。そうですね、もうクラブ主役の極みかなと思いますね、はいはい、それ当たりとかは打つときどうするの。当たりは最初は全然気にしなくていいんですけど、はいはい、目閉じて振るとき、うんうん、当たらないってなると絶対何かしてるわけじゃないですか。あ、プレイヤー側がこう突っ込んだりとか打とうとかヘッドを当てようとか棒に当てようとかすると、はい、いわゆるずれるわけですよ、うんうん、なので目閉じてずっと素振りを何も考えずにこう素振りしてもらうと絶対こうスイングってブレないわけじゃないですか、はいはいはい、でこう構えた時にボールにパンと打てば絶対当たる、うん、それをプレイヤーがなんかしちゃうので最初はもう本当アプローチぐらいでいいので危ない、最初は危ないので、はい、もうクラブダーンとかなったり、うんうん、人がいたりとかして危ないのでもう最初は素振りで、はい、目閉じてもうゆっくりでいいですね。加速とかさせずにずーっとこう素振りをしてもらって、でこの時にもずっとクラブがどういう動きしてるかっていうのをちょっとイメージ、うん、するともう完全に受け身大事になれる、はいはい、ちょっと実践してみますか。実践してみますか。そろそろ始めましょう。新しい車買い取りを。変わりますよこの業界。その自信どこから。そこから。車買い取りはそこから。
まず素振りですね。はい、もうほんとハーフスイングぐらいでいいので、で一番大事なのが行きも帰りもマットをドンとこうクラブをしっかり当てるというところをちょっと意識してあげると、マットにかす、はい、かすらせるみたいな、かすらせる、目閉じて、まあ、ゆっくりでいいので、という形です。もう走らせないとかいう感じ、はい、イメージです。当てようとかもしないってことですか？当てようとかもしない、自分の周りをクラブがこう動いてるんだなっていう感じですね。お、心の目で見てる、心の目で、はいはい、第三の目で見てる、はい、まあ、僕はまあ見て開いてるので、はい、見えちゃってるんですけど、じゃあ絶対球当たるよね。はい、当たります。いや僕マジで結構これ上手、あのもう今でもするので、はい、こうちゃんとこれね、こうしとかないと、いやいや本当に目つぶってんのって思っちゃう方もいらっしゃると思うので。あ、そういうことね。僕本当に目つぶってますよっていう、はい、ところを行きたいと思いますね。もうちっちゃい幅でいいので。すごいね。ちゃんと潰ってましたね。潰ってたでしょ。めちゃくちゃまっすぐや、下ま。めちゃくちゃまっすぐでしょ。こう本当にでもめっちゃこう浄化されるというか。あ、もうこうなんか考えすぎて難しい、わからない、あーってなった時とかに、もう目を閉じてこうクラブの中に自分が入ってる感じですね。はいはいはい、クラブの動きの中に浮いてます、宙にこう。ちょっと宗教寺見てきたけどで、まあ、何が言いたいかというと、うん、見た目にとらわれずに、はい、クラブの受け身になるためのちょっとドリルというか、うん、気分転換ドリルみたいな、まあ、ボール見てると当てようってなるからね。そうですね、ボールを見て当てたりとか、うん、ちょうどこの鏡とか動画見てこういうイメージもしなくていいので、うんうん、はい、この肘がとか、うん、ちょっと突っ込んじゃうとかもうないです。目つぶってもうクラブの中に入ってください、世界に。で打ってあげると、うまいな、めちゃくちゃオンプレーンやし、はい、これ全部あのもうドライバーとかでしていただくと一番いいです。で本当調子悪い時とかは分かるんですよ。こっからボール構えて目つぶって、まあ、ハーフショットで打とうとした時になんかこう自分がグッてくるので、えってなってクラブの軌道がおかしくなって自分で合わせてるっていうのが本当にあるので、僕のおすすめドリルですね。なるほど。なので編集マンも今左打ち企画やってると思うので。ああ、やってますね。あれちょっと目つぶって何回かしていくと、まあ、ちょっとまたやってみます。はい、目つぶってください。はい、ということで、はい、目つぶりドリル、目閉じドリル、目閉じドリル、何だったっけ目つぶり、ん、目閉じドリル、目閉じドリル、なんて言ってたっけ。なんか3つぐらい出てて、はい、ちょっと僕も覚えてないですけど、いやもう好きに呼んでいただけると、はい、まあ、クローズアイドリルが一番かっこよかったかな。かっこいいですね、うん、CE ドリルでもいいです。 CE ドリル、はい、はい、結構ですね、僕あのずっとちっちゃい頃からドリルばっかりさせられてて、でやっぱりあのもう全ゴルファー共通だと思うんですけど、はい、ずっとやっぱり調子が良かったりとか、うん、イメージ通りに触れるっていうわけでもないので、うん、絶対こうちょっとなんか感覚が合わないとか、はい、なんかこう気持ち悪いなっていう時は必ず皆さんあると思うんですよね、うん、その時にこの動画を撮って、あ、ここが気持ち悪いなっていうのでこの形を意識してしまうっていうよりかは、こういう目閉じてもう何も考えずにこうクラブに任せて振ってみたりとかっていういろいろなドリルを入れていきながら感覚を戻すっていうのが一番おすすめかなと思いますね。 なのでこの形でこっちにこう肩をとか肘をこっちに持っていきながらっていうイメージでされるっていうのも、まあ、悪いことではないんですけど、うんうん、この最初はいい感じで、あ、これだってつかめてもまたここの感覚が分からなくなったら別の体の動きを入れないといけなくなってくるってなると、はい、もう結構こう考えることがいっぱいになってくるので、うん、というよりかはもうゴルフクラブの動きに任せるとか、もうプレイヤーはもう受け身になるっていうのがもう一番シンプルで原点であり頂点、はい、初心であり
なので小学生であり大学ちょっと一回まずは素振りだけでもいいので、はいはい、やってみていただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、この動画は目を開いてみた方がいいかもしれないです。見えないのでクローズアイドリルしちゃうと。はい、そうですね、そうですはい、ということで本日の動画がいいなと思っていただいて、はい、いぞ短パンコーチっていうことを言っていただければ、はいはい、高評価とコメントと、はい、チャンネル登録と、はい、お願いいたします。お願いします。本日のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。どんな車にもあるんです、価値が。古くても動かなくてもどんな車でも高く買えます。その自信どこから。そこから。車買い取りはそこから。